大阪の湯川浩司先生に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。賞金王シリーズ準優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。率直な今その気持ちというか、準優に乗れた気持ちというのはどんな感じなんですか。まあ、準優は絶対乗りたかったんで、はい、一応ホットはしています。まあ、地元の SG ですし、はい、8レースの1号艇ということなんですが、はい、もしずっと走ってきて味的にはどんな感じになってるんですかね。伸び中心に上位クラスはあると思います。上位クラス、はい、乗りづらさとかそういうのもはないです。はい。で、準優に向けてはもう特に大きなことはもう今今後行きたらですね、はい、そのまま行きたいと思います。はい。スタート感ももう地元ですし、そう見方とはやっぱ合ってますね。はい、はい。じゃあ最後にですね、準優に向けて全国の湯川ファンに決意をお願いします。はい。地元ということで、なんとしてでも優勝戦乗りたいと思いますので、応援のほどよろしくします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。見事予選突破を果たしました平本選手、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、SG 準優ということで、はい、率直な気持ちはどうですか。いやー、なんか久々、ようやくまた上がり調子になってきたなっていう感じで、はい、はい。今年はグラチャンで優勝戦1号艇というのを経験して、はい、まあ、ちょっと悔しい思いもあったと思うんですけど、はい、その後なんか自分なりに考え方が変わったとかいうことは。考え方はまあ考え方は変わってないですけど、まあ、ああいう時はこうするべきだったなっていうことは分かりました。それをしっかり生かせて。まあそうですね、まああの時変な緊張もしましたし、まあそれに比べたらへっちゃらだっていう、そういう気楽さもまあリラックス方法として、はい、まあ一つそれでリラックスはできているとは思いますし、はい、じゃあまあ準優も期待できそうですね。いやまあ分からないですけど、まあ普通に自分のレースをするだけですから、はい、はい。開会式で今節中に結婚記念日を迎えるという、はい、いいプレゼントはできそうですか。もちろんしますよ、いい贈り物を。はい、はい、準優で、はい、ファンネームも、はい、いいプレゼントということで、はい、最後にファンに向かって一言お願いします。はい、そうですね、いいプレゼント、そうですね、小銭を諭吉に変えれたらなと思います。はい、お願いします。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、見事予選突破を果たしました。はい、アルイジン選手。はい、はい、足の感じはどうなんですか。いや、前傾からすごく良かったんですけど、はい、だいぶ他の人たちがやっぱりだいぶ合わせてきたので、まあ、今でもいいところにはいると思いますけど、はい、そんなに遜色ないというか、他といい人たちも結構良くなってきたので、はい、そんなに目立っていいというほどではなくなってきたような気がします。はい、何か特徴みたいなのはありますか。いや、全体的にしっくりきてるので、どれの特に伸びるとか回り足がとかいうのではなくて、全体的にあると思います。はい、前回の大村に続いて予選突破となりましたので、はいはい、今回は優勝戦向けて、はい、そうですね、まあ、準優勝戦は優勝戦乗るためのレースですから、まあ、なんとか優勝戦に、ね、ここまで進めたいと思います。何か考えてますか。いや、もうエンジンは今日一通りちょっと点検はしたので、明日はもうプロペラを合わすだけ集中したいと思います。はい、最後に何に向けて一言ありますか。はい、なんとか優勝戦に乗れるように、頑張りますので応援してください。頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい。